番が10時をお知らせします。星の種をはためかせて、今宵もまた怪しを縛る。悲しい鳴き声につられ、今宵もまた定めに従いて。ドメスティックレジェンド、神楽直より愛を込めて。Kaglat's poem, it's so illusion, into deep time. We are church at 2000 years, start with you. Kaglat Washer, Om Nak Pai. この夜は、エディ・マーフィー。こんばんは、カグラの一志です。こんな夜は、したくてたまらない神楽の直です。それでは神楽で What's show it? と書いて神楽で What's show it? と読むこの番組、こんな夜を受けて大地さん何ですか、エディ・マーフィーすっごい俺今鼻水出た。いや、ね、エディ・マーフィー主演の、うん、映画見たいなと思って、うんうん、あ、なるほどね。あ、そうそうそう、ポットでだ、どっちかっていうと、うん、そうそうそう、なるほどね、うん、はい、そういうことよ。ナオちゃん何を。いや、俺はなんかさ、こう布団の中でギュンギュンってもうしてたいのよ、寒いから。なるほどね、うん、そうそうそう。あ、まあ今聞いているそなたや姫は何をしながら聞いているのかなということでですね。車かな。なるほどね。家かな。なるほどね。海、いや、それはないな。海はないか、ありそうでなさそうだ感じでね、うん、もうね、はい、カップルでもしかしてこう車でね、うん、手をつなげながら、うん、あー面白いな、イシとナオ面白いなって聞いてるかもしれないね、うん、手を離せ。うん、間違いない、間違いない、うん、それは間違いないね、うん、はい、ということで、神楽でワッショイ、今日も30分よろしく。はいはい、ということでですね、はい、今日の1曲目は俺ですね、うん、はい、うん、俺のメモリアルナンバーなんですけども、はい、これはね、あの部活の帰り、うん、サッカー部だったんですけど、うん、まあ、その帰り際にね、ウォークマンを聴きながら、この Mr.Children の花なんかをね、聴きながら書いてたわけですよ。なるほどね、うん、まあね、時代的にね、そう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 、うん、まあそんな感じなんですが、はい、聴いてください、 Mr.Children で花。
今年から始まった神楽でわっしょい。はい、神楽のボーカル石とベースのなです。はい、はい、今日もファックスメールをじゃんじゃん紹介していくんで、はい、はい、まずはですね、はい、江戸川の里見から、はい、はいはい、こんなのが来てます。3月3日渋港が決まっていますが、はいはい、渋港に誰かのライブを見に行ったぞとか、はいはい、思い入れなどありましたら教えてくださいと。誰かのライブを見に行ったことはないです、正直。うん、ないね。はい、まだね、うん、あの結成当時、そうだね、ビラ配りとかね、うん、行ったことはあるよね。そうだね、あそこで。まあ、任せてもらいましたね、いろいろと。よろしくお願いしますかなんか言ってね。そうね、ビラ配りね。ビラ配りで、こう、はいはいみたいな感じで受け取られて、で、帰りにくしゃくしゃになって捨てられてるの見るとね、あれはね、すごい悲しいよね。ショックだったね。まあでもそこがなんか差がというか ね、まあ、ねしょうがないとこでもあるんですけども、まあそういうことがあって、うん、まあ今までこう頑張ってきたんですけど、はいはい、ね、そうですね、まあ、3月3日ですよ、うん、うん、もうね、あのチケットも発売してるんで、はいはい、まあじゃんじゃん来てほしいんですけども、そうですね、ぜひとも、うん、どんなライブにしようかね。まあどんなライブ、まあなんか、うん、やっぱ皆さんやっぱライブは僕たちを見てるわけなんで、うんうん、まあ、そこで俺たちがいかに楽しくね、うん、こうやっているかで、うん、まあ、皆さんのノリも変わると思うんですけども、うんうんうん、まあ、そこはもう俺たちは楽しくっていうのをね、モットーにやっていきたいと思います。はい、はい、江戸川の里見、はい、ぜひね、ライブも来てください。うん、よろしく。はい、そしてこれからもね、はい、神楽でワッショイをね、聞いていただければ、うん、いいなと思っておりますよ。はい、そうだね。はい、はい、じゃあ続きまして、はい、はい、ペンネーム、ふーんちゃんからいただきました。はい、はい、立川市からですね、うんうん、はい、神楽を初めて目にした時、うん、なんて怪しい面々と思いました。うんうん、はい、娘、高一の娘ですね、うん、影響にて曲やら雑誌などを目にする機会が増え、うん、今はとても雰囲気ある歌や衣装など今までなかった新鮮さに感心しております。うん、はい、ありがとうございます。はい、親子ともども応援していきますので頑張ってくださいということでですね。ありがとうございます。はい、家族で応援してくれっていうのはすごいね、うん、嬉しいことですよ、うん、僕たち神楽としては。まあ、あの前も言ったんだけど、うん、あのうちはね、あの年齢層が広い、かなりね、うん、うん、そうそう、やっぱりね、あの和っていうこともあって、うん、やっぱこうお母さんとかね、うん、そんぐらいの世代の方から、うん、まあ、小学生までね、うん、そうだね、いろんな人がこう見て聞いて楽しめる、そうだね、うん、曲もね、やっぱライブも、うん、多いしね。そうだね、そう、男の子も多いしね、うんうん、なんか親近感湧くんじゃないですか、僕たちの曲って。あ、いろいろと、まあね、うん、うちの母ちゃんもね、そう好きって言ってるよ。本当、それうちの母ちゃんもなんだよ。そう、うんうん、そうなんですよね。そうかそうか、はい、うん、まあ嬉しいよね。そうですね、うん、まあそのペンネームふうんちゃんから、はい、まあ、結構な年相なんですけども、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうこれからも神楽を、まあ、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、はい、ファックスなど
またいろいろと送ってほしいなと思うんですけども、はい、ファックス番号048-822-0755 048-822-0755 神楽でわっしょいの係りまで。メールの方は whatfwhat@nac5.co.jp すべて小文字でお願いします。はい、それでは、次の曲紹介、はい、石くんお願いします。はい、あー、ですね、はい、まあこの季節、うん、ちょうどねスキーが、はいはいはい、うん、そうだね、うん、うん、やりやすいというかね、旬だね、今が一番いい時だと思うんですよ、うんうん、まあ僕もね、学生時代よく行ってて、うん、絶対流れてる曲ってあるんじゃん。絶対あるね、うん、スキー場で、うん、で俺はよくね聴いてたのが、うん、この曲だったんですよ。はいはい、はい、中西圭三でウーマン聴いてください。